この間です。この間です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、漫画の神様ですからね。まあ、知らない人はいないんじゃないかな、どの世代に対しても。図書室に置いてある。そう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 。そうね。そうね。まあ、幼き心ながらに、まあ、半分トラウマになりつつも。わかる。深いからね。そうですね。まあ、あの僕らもやっぱりそのインストバンドでなかなかこう歌詞っていうところじゃないところで、まあ、いろいろ表現をしたいなっていうところがあって、それをなんかこう大きく、まあ、その流れの中でどういうふうに表現したらいいのかなっていうところを、まあ、中心に、まあ、曲を考えたといえば、まあ、考えたんですけど、あえて言うなら未来編、うん、かもしれないですね、うん、では床の間でした。ありがとうございました。続いてはこちら。皆さんこんにちは、テディロイドです。歌い手さんというか、誰に歌ってもらおうと考えた時に、キズナアイちゃんとはそれこそメロディーワールドという曲を作ったことがあって、とても相性がいいなと思っていましたし、彼女自身 AI なんですね。で、火の鳥にはあの復活編もそうですけど、数多くの AI だったり人工知能が出てくるので、日本最初の、世界最初のバーチャル YouTuber であり最高の AI を持っているアイちゃんにちょっと参加してもらおうかなと思い、それで一緒に曲を作ることになりました。テディロイドさんの切なかっこいいトラックの雰囲気を最大限に伝えたくて、過去最高の分量の英詞に挑戦しました。また火の鳥という作品に寄り添った作詞というのも初めてです。作詞も歌も今までにないチャレンジをたくさんさせてもらった楽曲になりました。サマーソニックを沸かせたテディロイド&キズナアイタッグの渾身の一作ファイヤーバースト、どうぞよろしくお願いします。マイネームイズテディロイドでした。次はこちらのアーティスト。こんにちは、 MC のシンゴ2です。まあ、今回自分がチャレンジしたのは、その火の鳥という本当に壮大な絵巻物の中に、自分がどうやって、まあ、鳥人とはいえ何を捧げるべきかと考えた時にですね、本当に初めはもうちょっとスケールの大きい、まあ、自分もなんかチャレンジしたいと思って、ちょっとサイエンスフィクション的なものや、手塚作品が描いていた現代編、30年経った今どうなのか、環境問題とかいろいろ考えてみたんですけど、まあ、一つはやはりすでにそれは手塚作品がもう描ききってるってこともありましたし、まあ、自分もそういうちょっとテクノロジーと人間とかそういうテーマに結構やってるので、なんか自分は本当に原点に立ち返った時に何が、語れるかなと、本当に心を込めて歌えるかなって思った時に、やはりその作るというね行為、まあ、自分だったら書くとか歌うとか本当にもうベーシックな行為、自分にしかできないことっていうことをやはり語らなきゃ意味がないなと思って、まあ火の鳥に限らず自分は本当に幼少の頃から本当に影響を受けてきて、それがヒップホップっていう形で具現化したようなものなんですけど、また作品を通して新たな出会いがあればいいなと切に願っております。じゃあ、創生 D1 君や VH さんを代表してシンゴ2でした。ありがとうございます。ピース。シンガーソングライターの七尾旅人と申します。結構ね、人類史上一番天才だった人だと思ってていろいろいな人いるじゃないですか、エジソンとかモーツァルトとか、なんか僕の中で手塚治虫ってそれぐらい巨大なんですよね。普通代表作って言っても2、3本じゃないですか、すごい才能のある人でも。なんでここまで取り憑かれたように書き続ける必要があったのかなって、一人の人間がそれにどうやって個人で耐えていったのかなってことはすごい興味がありました。僕ほんとちっちゃい、幼稚園か小学生に火の鳥にやられてしまって、図書館で大ファンなんですけど、それに気づいたの、あの今回のコンピをきっかけにして気づいたんですね。子供の頃まず、それこそ7歳8歳とかね9歳とかその頃読みました。多分全部読んでるんですよ。でちょっと子供にはついていけないぐらいのちょっと込み入った話もあったりしたんですけども、その時はあのあらゆる時代を行き来してるってことはもちろん気づくんですけども、過去と未来から始まってそれが閉じていってるっていうような全体構成までは思いが至ってなかったと思うんですよ、やっぱり幼すぎて。その後の俺20歳ぐらい、自分がデビューした後ぐらいに
もう読み返してると思うんですけど、その頃はなんかちょっと若くていっぱいいっぱいで、うん、で手塚さんのその、 あのすごい尖った部分とかね、あのギリギリ感というかロックな部分にすごく共振してましたね、その年齢の頃は。はい、なんでかって言うとやっぱり僕が生まれて初めて読んだ漫画の一つでもあるし、あの僕のその血肉を作ったものなんで、表現者ってこういうもんなんだって、うん、これが表現者ってことなんだよってことを子供のうちに刻まれちゃってるんで、あのそういう、ね、こんなお話をいただけるとも思ってなかったですし、ちょっと胸を借りるつもりで、あの自由にあの想像力を広げた方がいいのかなと思いまして、はい、以上七尾旅人でした。次はこちらのアーティスト、ドレスコーズの島良平と申します。一番最初は中学か高校に入るかとかそれぐらいの時に読もうとして、最初は多分ね黎明編未来編とかなんかそんなあたりで多分僕は一回脱落してるんですよね。でまた改めて音になって読んでっていうような感じですね、うん、まあたくさんあって、うん、どこから手をつけていいのかっていうところでものすごい引いてみて、その俯瞰してその火の鳥のやっぱ面白さの一個にその、まあ、構成っていうか、例えば1巻の次の2巻に最終巻が来るっていうね、でまた戻って進んで戻って進んでっていうこの、まあ、時系列みたいな、この構成みたいなのを、音楽で、表現できるなと思ったんですよ。あのっていうのはそのコード進行っていうのがありまして、あの曲のね、なんかちょっとギター弾く人とかだったら分かると思うんですけど、まあ、なんか C、G、D、マイナー、F とかなんかそれで進んでいくんですけど、結局また C に戻るっていう風にできてまして、でそういうその音楽のその進み方みたいなものを火の鳥と同じその進行みたいなものをちょっと考えてみようと思って、でも逆循環進行っていうのもあって、逆循環、循環、逆循環、循環で大逆循環っていう大きい、まあ、パヘルベルのカノンとかがすごいらしいんですけど、そういうコード進行の、進み方をですね、火の鳥と同じ構成にするっていうので作ってみました。循環逆循環ってすごい説明的なタイトルをつけないと誰にも気づかれないと思ってそういう一応僕の中でそういうテーマですね。はい、ということで、火の鳥の、ね、作品それぞれに関われて光栄でございます。どうもドレスコーズの島良平でした。